お願いします。ということで勝った方が勝つ。シンプルですね。シンプル組み合わせガイル対ラシード、はい、さあ3日間にわたって繰り広げられてきました。このトパンガチャンピオンシップ A ブロックもこの試合でラストとなります。ワンピー側再現スピスト梅原ガイル、ツビ側レッドブルアスリートガチ君ラシード、盛り上がっていきましょう。ラストです。いやこれはもう楽しみですね。楽しみですね。飛び道具に関して中距離画面中央の駆け引きに関してはガイル側のソニックブームに対して見てから出せる回答というのはないので、はい、ラシードが苦しい状況になるんです。ただやっぱり画面足の攻めですよね。そうですね、ラシードはまあ被弾を少ない体力残した状況で画面足に行ければやはり攻めは非常に強力ですから、そこで崩していくと。対空が空振ってしまう。中足で追い払っていく梅原ガイル。いい飛び、ここで飛びをしっかりと噛み合わせていきます。ラシードガスはやっぱりどっかでもう勝負するしかないですよね。飛ぶもしくはアサルトネイルを通す。ソニックブームに対して合わせる。見てからは難しいので、まあ、自分の読みを信じて行くしかないという、はい、ある程度の被弾を覚悟しつつも、うん、チャンスを作りに行く、それが大事になりますか。ソニック地球受けるかな。昭和2をグラックスイン中ミキサー早すぎた。これは重なっていない。そして梅原にはゲージが全てある。フルゲージですね。これは何かが当たれば体力が残らないでしょう。フリバサル、フリバサルする EX ソニック。これゲージを吐いていきました。うまい。ジャンプ中パン、ジャンプ中パン対空無理だったのでガチクの手を出した。ソニック、うわソニックに対して空中イーグルスパイク、まだ体力残っている。バックジャンプでしないで、イーグソニックからトリガーを発動していきます。ガチクにゲージがありますからね。無敵アド警戒した。補助輪、補助輪を飛ばして乗っかった。踏んでしまう。補助輪が飛んでくる。ダーゲージ系を誘う。この局面で、あの歩きですか。ガチクがその無敵技もちょっと警戒した後ろ下がりですよね。はい、ゲージが ありましたもんね、うん、もしかして警戒していました。梅原ガイルが1ラウンドを取っていきます。お互い走り様子見からステップで裏切っていく。抜けている。これ出し切らずに密着トークを作るんですか。ちょっと不安だったんですね、はい、状況確認。結果として走り攻められてますからね。素晴らしい判断でした。ノーキャンの EX ワールから攻めを継続していく。ダイヤ始発の完全に読んだ動きでしたが届きませんでした。うお、つながった。え、これどうなるの。え、カリファイすぎる。立ちやられ限定のコンボが飛んできましたね。中パンチ、しゃがみ中パンチからソニック打ってダイヤ始ターゲット。うわぁ、これは勝負で必殺技が炸裂しました。表からの強襲、勝ち筋である強化空中イーグルスパイクからのミキサールタイル。しかしこのゲージを全て吐き出してしまったのはガチ君。しかし梅原は3ゲージ2ゲージすでに EX に入っていきます。1ゲージは抱えつつという感じですかね。まあその困った時のサマーソルトキックですね。切り返しようと、まあ、これがあるだけで全然違いますからね。ソニック一番よく見ている。ガチ強プレー、遠目でガードさせに行きます。打ったの、これ言うのだった、打つんだ。なるほど、離しに行きましたから。バックジャンプ V リバーサルを確定させに行きます。やっぱり1本は持っていく。おっ、それとね、ユヒット発動からさらに追撃して亀梨逃げっぱ、逃げ出していく。ダメージはもらいましたが、ダメージはもらいはしたものの、中央の立ち回りであれば自分に分があるだろうと、そういった選択。風見にしたあとは V バサル、4フレームの小技しか持っていませんからね、うん、僕は嫌でしょう。上が通る。ただガチ君ゲージ溜まりそうですから逆転ありますよこれ、ね、何か当たればもう振り返らずいけるでしょう。あの体力全て持っていける体力、何かが当たれば終わる。これ EX リク勝負ネイルっていうのもありますからね。そうですね、当たっていれば。おっと、これは2発目のソニックに対して有利を取りに行く動き。削りがあるんだ。おっと、これ抜けられなかった。
いやこれは面白いですね。今の読み合いいろいろありましたね、うん、V バもかなりいい打ち方でした。2発目のソニックを読んで、ソニックガードからウィリバされて確定を狙いに行きましたよね。お互いいい内容ですね。いい内容ですね。分かんないですこれは。話を読んでやるぜ。キャラクターが戻りました。お互いトリガーも継続でしょうね。はい、強いスキルも。ラッシュバーがあれば、あの玉抜けのいいスイングスパイクがありますから。ね、セットカウント 1-0、梅原ガイルがリードしています。内容はどちらに傾いても、もう分かんないですよ。本当にちょっと傾いただけで勝敗変わってしまうようなラウンドばかりでしたね。はい。はい、第1ラウンド。おー、サマーが裏に出る。画面足に追い込んでいきます。大ゲージでこのガイド画面足に押し込めるのはチャンスですよね。 しっかりとアサルトネイルで玉抜けからのコンボ、なんとか追い払いたい。しゃがみ強パンクラッシュカウンター。ここで上原に1ゲージが溜まります。 EXR、 しゃがんで耐え忍んではいますが、体力差は大きく開いています。ここから立ち回りで細かく細かくガチカの体力を削りにいく。ここは噛み合いましたね。今のはいわゆるそうなんですが、ルッキーさんこれっていきますか。なるほど、この後50秒体力かなりあるんで、うまい。なるほど、強化はアルインショットなので駆けしつつ当たりました。そしてさらにアサルトネイルでの追撃、はい、アーシュラ中はやっぱりソニックにかなり耐性がつきますね。そうですね、うまく生かしていった。ジャックパン EX ソニックダウン取ってまず3回からのソニック、そっと距離を離します。しゃがみ強パンチ、お互い中間距離での戦いであります。 EX ソニックダウン取ります。強パンチ、この差いいブリバやりますね。出させていきましたね。アサルトネイル、この話ここも打っていく。サマーの切れ味が温めて、ここぞで上がってきましたね。これは確定か、ジャンプチックで、はい、確定していましたね。サマーを出したんだと思うんですけどね。シャグ強パンチ、ジャックパン、バーンストレート、アーシュまで攻めを継続していくのがチくん。ジャックソニック、トマト、またこれまた、やはり強化ある。状況が非常に多くなってきましたね。ウィガサレ、梅原ゲージ止まります。1本あればサマーもあるでしょう。敵技の読み合いにも持っていきます。歩いてくぐりたいく。確かにゲージがありますからね。この白ゲージが欲しい。しかし無理はできない。おーと、いくさん、あーつながった、裏剣、しばし、どうだろう、ナイスガード、うおー、ナイスガード、よくガードしていました。ガチ君ガチはもうソニック1点目ですね。空中 EX イーグルスパイクでソニック打っていれば玉抜けで勝ってたっていうシーンだったんですが、歩きガードでしたね。そこで梅原はお互いとっさの展開でしたが対応していました。ファイナルラウンド決勝戦は梅原ガエル2部があります。ジャパンソニック、ソニックの要塞をガチ君はどうくぐり抜けていくでしょうか。そば上からやはり飛びが通り始めましたか。そうですね、しかも結構踏み込んでからその上原が立ってる状態で飛んでるんですよ。はい、しゃがんでる状態で立った瞬間に飛ぼうとして飛んでいるのでサマーが溜まっていないんですね。なるほど、おっとここで投げしきに対して立ち気を受け地上ヒット、俊樹さんで画面足に運んでそば飛び込んで投げていく。ソニックこれで梅原にはトリガー、そして3本のゲージ、ガチ君にもゲージが3本あります。ソニック、ソニックいいバズで押し返していく。フェイントを混ぜざるを得ないですね。そうですね、 EX イーグルスパイクありますからね。アーシファ中なので非常に危険なソニックになります。お互いにゲージがなくなった。打ち消していく、ジャックジャックジャック刻んでソニックステップに深い。ダッシュ2つ、ところはサマーが出なかったか。あーってかい、これはヘッドキットにはなっていない。残りカウントは15カウント、
もう時間がないぞ。当たっちゃった。これでひっくり返った。うおー、たまるけ。次は体力いいのはガチ君のシード。どう削っていくんだ。たまるけ。6、5、4、どちらか仕掛ける。若干ガチ君の方。ネクソニック小足。ここはどうなってるか。小足で小足一発のさ、小足の爪、あの小足が当たってなかったらソニックの削りでひっくり返ったんじゃないですかね。ひっくり返っていたでしょうね、うん、ギリギリの本当にちょっと、いや本当にあの小足で変わりましたね。当たってなければ白ゲージも取れない技なので、たった一度の差がガチ君に1セット渡しました。さあセットカウントは2011並んでいます。ガチ君もネイルで玉抜けするよりはやっぱ踏み込んでガイド下がらせて立った状態で飛んだりっていうところで、はい、ちょっとそのソニックに対して違った対応というか駆け引きを仕掛けてますね。このダメ出しスタンチが溜まっているのでインゲキソニックの発動していきますが、スタンチが継続します。苦しい展開になる上田ガイド。クラッシュカウンター、ソニックにタッチ強敬クラッシュカウンター。イーグルスパイクで追撃してスタン、ゲージ下げからジャンプ強敬、そしてしゃがみ強パンチ。かなりガチ君ペースでこのラウンドは進んでいきました。序盤はねやはり梅原いいんですけど、ガチ君がそのアルテコンテでしっかり画面足を追い詰めてダメージを取るというラシードがやりたい展開作れたんですね。そうですね、中央で戦う分にやっぱりガイルに傾くのかなというところでその時間を減らしています。はい、ソニック打って梅原がソニックを打ちながら少しずつラインを上げていきます。むしろ梅原前に出るようになりましたね。画面足の時間伸びてしまっているので押し返すという動き、押し返さざるを得ない。これミキサーで差し込んでいくガチ君、それでもやはりラインは上がりますね。9対9バースレットクラッシュカウンター。ガチ君はトリガーが溜まっています。そして梅原もあと少しでトリガーが発動できる。トリガーが溜まっているときは、まあ、ガチ君側もアサルトネイルの玉抜きはしやすくなるはずなので、はい、中継中継ヒットからのコンボ1ゲージ入ってクラップスイッチミキサー。ここの攻めは打撃、そして歩いて投げ、画面端になっている。打っていきますね。ここも無敵技、ダメ足の起点についてくるので期待値が非常に高い無敵技。勝負どころと判断しているのはガチ君。ステップめちゃくちゃ走ってくる。バックジャンプ、あー大ヒーシャツと読んだ。ここは完全に読んでいました。いやー素晴らしい、ガチ君が一歩リードしました。いや見事ですね。その無敵技もただ打ってるわけじゃなく、やはりその当たった時にダメ足プラス置き攻めっていう勝ち筋になる状況であるからこそ EX フィンミサを打っていったんですね。結果としてそれがやはり勝ち筋に最終的にはつながりましたね。これで 2-1 ガチ君がリード。中足タッチ強パンクラッシュカウンター、いい場所で振っています。ガイルの伸びた手を拝める動き。中距離戦もガチ君がねかなりいいペースになってきてるんですよね。はい、確かに強パンチ受ける。もう画面足です。ここをなんとか押し返したいな梅原。しかしガチ君は距離を離します。無理はしないと飛びが通る。なんでフェイントを混ぜつつソニックで安全にダメージ取りたいが届かない。下段が刺さります。そして3ゲージ抱えているのは梅原。ソニック、ガチ君もアーシュは発動中なので見てから抜けられない距離まで見てからソニックですね。もう増えります。お互い3ゲージこれはサーマー、ね、よく見ていました。さすがにダメージ。梅原ゲージは全て吐きましたがラウンドを取っていったのは梅原。最初ガチ君は3ゲージ抱えた状態でこの第2ラウンドを臨みます。序盤ちょっと触れればね、イースミスさん打ちやすいでしょう。はい、飛ばせて落とすガイルの基本戦術。このステップが見えている。そう確定していない。カウンターからつながりになった。ステップ中央に戻る選択ですね。しこパンでステップは止めている。うわうまい。キャンセルのソニック完全に読んでいました。アーシパ中ならではの。しかし V タイムは終わりました。画面端到達していましたがガチ君は体力ビハインド背負っています。ソニック
かし相模教官クラカンでも死ぬものならば、そうですね、一瞬で始まる体力でありますね。これダウンを取らずに速い展開を作っていく、投げて、これで圏内ではないでしょうか。発動、投げていく、わからないもう詰めています、この組み合わせ。マジかよ。セットカウント 2-2。まあ、この4試合目に関しては中央で戦う時間がなかったっていうことですよね。そうですね、それによって梅原が勝った。画面足にいる時間でもほとんど勝敗決まってるのかなと。ただ対空ですかね、やっぱポイントとかのは、まあ、その踏み込むことによって出しの飛びが非常に強力なんですが、やっぱりその裏に入れるような状況、その距離を作るということがかなり多かったです。サマー CA だと見た目高い体格を混ぜていったので、うん、少し飛びづらい印象がガチ君についたのかなと。ただそのガチ君ね、やはりその中距離での間合い管理だったりソニックに対して歩きアドも上手いために、はい、梅原側もそのサマーが溜まっている状態があまりないんですよね。動かされている、そう、動かされているので、ね、なのでガチ君も飛んでいるっていう駆け引きになります。そばっと動いている、橋が近づいてきた。ソニック出したのでキャンセルが来ました。ここはリバスピーが見えていましたが、中継で止めている、ガチ君のシード。おっ、足は生発動、ソニックが打っていれば、そうですね、いわゆるカンニング発動というやつで、ソニックがあったら EX のイーグルスパイクを当てに行くと。一気に密着で攻めが、白がかなり溜まっております。この白ゲージ梅原は回収したいでしょう。うおー、無敵キャラだ。すごい白欲しかったんだろうな、今大胆な回収を見せていった。いすごい白欲しかった、梅フラッシュで。お前の無敵技は許さないと言わんばかりの200ダメージを超えるサマートになりましたね。とんでもなく痛いダメージでした。これでマッチポイントは梅原がいる。ここでも打っていく、画面足の攻めがついてきます。確定ですね、Dリバースが確定して橋を出します。しかし押し返していくガチ君、下がりからファールが通る。逆に梅原が踏み込んでいく、そうですね、そうなんですよ。それによって飛びも一応対処できるような前取りになっています。ただそうなるとガチ君の置き技ですよね。こういった置き技が強烈になるでしょう。前に進んでくる梅原を迎撃するガチ君の置き技、サマー引きつけた、投げている。さあこれは大きく体力差開いていますが、あるのか。ブリマサル、ガチ君にはアーシュがまだ半分以上残っている。どうでしょうか、うまく、あーめくり、ここはめくっていきました。80パンチでの空気対空だったんですけどね。なんと最終試合フルセットフルランド、勝った方が抜け、負けたらおしまい、負けたらここで終わってしまう。ただゲージ差は梅原です。3ゲージ抱えてますね。これまず1ゲージ入っていきます。あーさ、突破、後ろ投げ、体力リード梅原がいる。走る、ステップが通るぞ、投げて、ここのアサルトネイル、EX まで切っていく。投げからのネイルセットプレーを、ここで梅原が大幅に優勢です。アグレッシブになってきた、危ない、ダウン当たっている、チャンスだぞ。ここの読み合いはクラップしている。ソニック抜けられない、梅原確定した、確定している。競技差で追撃してありますよ、これ前アップ落として、ここどうなる、投げて、どうなるんだ、発動、ソニック発動して追いかけて無敵技を警戒している。くこの距離どうなる、お互いに一撃だぞ。サマー完全に見ていた、ダブルサマー、最後は梅フラッシュ、あと1手という場面でした。いやあそこの踏み込みが深くてしゃがみたくまで2回当たっていたら、ごめんなさいごめんなさい、ジャックミキサーから置き攻めというところが作れたんですが、いやーこれはいい試合でしたね。グッドゲーム、グッドゲーム、グッドゲーム、いやーいい試合。